参政党、前代表の松田学でございます。本日は、こちらの方で、新県民川駅前でですね街頭演説させていただきますが、実は昼間ですね今の代表の神谷宗平さんと、対談を収録いたしまして、今度の22日の日曜日に配信されますので、そちら楽しみにしていただければと思います。そこで話したのはですね、今総裁選行われてますけれども、総裁選の後の衆議院選挙、そして参政党の役割について、まあ、かなりねいろんな話をいたしました。今度の総裁選ですね、見てますとね、なんか最近はあれですね、もうとにかくねもう小泉さんで決まりだっていうね、そういう雰囲気がすごくね自民党内にあるんですね。でもね、石破さんが国民的な人気がある、石破対小泉だというふうな言われ方もしていたんですが、このところ急に高市さんが出てきましたね。伸びてきました、高市さんが。なんか党員のアンケート調査したらどこまで正確か分かりませんが、しかしあの高市さんが1位っていうね、そういうものも出てきました。やっぱりね、岩盤保守層が、やっぱりねこのね応援する人というのがね多くの党員のね気持ちなんでしょうね。しかし国会議員の間は違うんですね。どうもやっぱりね、国会議員の人たちは選挙で通りやすい顔の人をね選びたいということなんです。でそうなりますとね、結局はねあの小泉さんになるんじゃないかと。でさっき神谷さんと話したんですがね、小泉さんがもしね総理大臣になったら、これすごいチャンスなんですよ、野党にとって。もうねすでにねボロたくさん出してますからね、失言だらけで、まあ、ちょっとね あの人気投票の順位も下がってますけど、もうすでにボロ出し始めた、攻めどころ満載なんです。例えば選択的夫婦別姓1年以内にやるって言いました。あのこの間ねある方と対談した時に、門田隆首相さんと対談した時にこんなこと言ってました。選択的夫婦別姓に賛成か反対ですかと言われても答えようがない。なぜかというと、まず2つのことが区別されてないんですね。2つのことというのは、夫婦別姓というものを制度として拡大していくというのはもうすでに行われています。でもう一つは戸籍をね別姓にしていいっていう話、これ2つ違う話なんですね。そして2年前の2022年に内閣府が正確な調査をしましてね、その結果がちゃんと出てるんです。国民の7割が戸籍の夫婦別姓には反対してるんです。3割だけなんです、賛成してるのは。そしてその調査では4割の国民が今の戸籍制度を前提にして夫婦は同じ姓だけど、配偶者奥さんなりあるいは旦那さんでもいいんですね、旧姓を使うことを今までは不便があった、この不便を解消していく、いろんな手続きを旧姓でやってもいいという対象、今どんどん実は法律改正が広がってるんです。不便がない社会にだんだんなってるんです。でそれが望ましいと答えた方が4割いるんです。つまり合わせて7割が今の戸籍制度の夫婦同一というのを賛成してるんですね。もし戸籍で夫婦を全然違う名前にしてしまったらどうなるか、子供さんお孫さんみんな違う姓になるんですね。これやっぱりね、日本人の常識からしてなかなか受け入れられないっていうのが普通の国民感情ではないでしょうか。その問題に小泉さんはちゃんと勉強したのかよくわからないけれども、急にそれを崩して夫婦別姓当たり前だと。で今ね、法律を改正してって言ったら、これ戸籍を変える方の話になりますよ。今いろんな法律改正して使えるようにしてる、そっちじゃなくて戸籍を変えるって話しちゃうんです。国民困りますよ、こんなこと本当に。あ、こういう話だったのかってなった時に、そしてこの日本の伝統とか文化とか、そして家族が大切だというほとんどの日本人にとってみたらとんでもない話なんですね。そこでまずね、小泉さんから離れる人たちが出てきました。これは保守から見たら格好の攻撃材料になります。一方でもう一つすごいこと言いましたね。雇用規制を緩和する、あ、解雇規制、すいません、雇用規制、解雇規制ね、解雇規制を緩和すると言いました。あの解雇規制の緩和というのは大企業にとってはメリットがあるんですね。もうこの人ね、もうクビにしたい、今はね
まあ、あんまり出来が良くないからといって窓際族になっている人たち、簡単にクビにできてしまうと。昔日本で非正規雇用が増えました。構造改革という名のもとに、あの方のお父さんが進めた構造改革、あれで非正規労働者が増えて、それが日本国民の平均賃金を下げてしまったんじゃないですか。社会を変えてしまった、賃金が上がらない国になった一つの原因を作ったのがお父さんがやってた構造改革ですよ。そしてそのお父さんが雇用規制の緩和ということを反対が多くて、いやできなかったんですね、法律改正が。それを息子さんがね、リベンジみたいにしてやるっていうね、やっちゃいけません、そんなことを。多くの国民が不安に思います、そんなことされたら。そうでなくても将来不安で、皆さん自分の雇用がどうなるかと心配な人がたくさんいるんですからね。ここは野党から見たら、いわゆる革新系の野党から見たら、ものすごい攻めどころなんです。ある人が言ってました、自民党はバカだと。すいませんね、他の政党のことをこの言って、ある人が言ってたんです。私が言ってたんじゃないです、ある人が言ってました。小泉さんだったらね、きっとね、人気が高いから次の総選挙で勝てるだろうと。ところが実際は逆じゃないか、負けるんじゃないかと、そんなこと言ってたら、と言っていた方もいらっしゃいました。しかし魂胆が見えすぎてること自体が、国民も気がつきます。これ今日本が戦後最大の危機のにあります。アメリカではトランプ大統領が誕生する、それに対して日本はトランプさんに足元を見られない総理大臣が必要な局面。そういう時に次の選挙対策で総裁選挙をやっている、とにかく今支持率が下がった、選挙で落ちたくない人たちが自分の議席にしがみつきたいがために、国民的、メディアが作った国民的に人気の高い人は、その中身はどうであれ、で顔さえ良ければいい、かっこよければいい、キャッチフレーズが素晴らしければいい、小泉劇場の再来がやってほしいんだと。そういうことで党利党略、自分たちの地位を維持するための、そういう総裁選になっているということを多くの国民がもう見透かしてるんですね。あの昔郵政解散ってありました、覚えてらっしゃる方も多いと思います。郵政民営化については多くの良識のある議員たちから猛反対がありました。国民に聞いてみたい、その一言、行政改革、自民党をぶっ壊すと言いました。その言葉に、そのキャッチに拍手喝采しました。選挙で自民党は大勝しました。でも考えてみてください、あれから20年ぐらい経ちますね。郵政民営化で誰一人いいと思っている人がほとんどいません、国民の中にね。そして経営はもう破綻してます。私は当時財務省におりましたが、郵政民営化は全く間違った政策だと気がついておりました。当時から批判をしておりました。やっぱりその通りになりました。あの時に日本の郵便貯金や簡易保険、国民が一生懸命貯めた貯蓄が海外のウォール街によって運営されていくという流れを作ろうとしていたんです。これに待ったをかけようとして多くの人たちが刺客を立てられて、優位な政治家たちが葬り去られていきました。あれを小泉劇場と言いました。今度は新次郎劇場をやるんですか、劇場をやってらいいんでしょうか。日本は政治家が劇場をやってられるほど安穏としてられる状況ではないんじゃないでしょうか。そのことにこそですね、小泉さんがね、どうもね、総理大臣になるかもしれないと、いや、かなりの確率でなると言われてます。もしなったら、これこそ参政党の出番だと。参政党にやっぱりね、委ねるしかないという真っ当な、ね、方々はね、おそらくそう考えるんじゃないか、まあ、そんな話も今日神谷さんとしてたんですね。いや、参政党にとってはね、もしかしたら風が吹いてるかもしれないです。これ自民党が総裁選であれだけにぎやかにやっていたら、国民から見透かされますからね、日本国民をバカにしちゃいけません。私その後神谷さんとの対談を終えてから、私は自民党本部前に行きまして、マイクを握りました。で、そこではですね、あの話をいたしました。自民党の9人の候補者たち、総裁選候補者たちが誰一人言ってないあの話題です。なんで言わないんだというね、ガンガンやってきました。で、その自民党本部に行く道すがら、議員会館歩いてましたらね、ある
自民党の秘書さんから、昔から知ってる人なんですよ。声をかけられまして、お久しぶりですねって話をして、いやすいませんね、私これから自民党本部の前でガンガンやるんですよってこう言ったんですよね。でそしたらその秘書さんなんて言ったか、ガンガンやってください、最近の自民党はたるんでますからと小声で言ってました。ああこれがね自民党の中の人たちの本音なんだな、と中から見たらたるんでると思ってるんだなと、やっぱりそうだなと思いましたね。でそのたるんでる自民党を立て直すっていう、私立て直すね議論も何もないんだけども、でもそのためにね言いました結構ね。さてここからはですね、ちょっとYouTube の方は少しご注意をされてください。ここからです。さて先ほどですね若松さんもおっしゃってましたね、参政党だけなんですこの問題について。この問題って何でしょうか。私は今日自民党本部の前でこう言いました。自由民主党ではない、不自由非民主党だと、党の名前変えろって言いました。不自由非民主党、 なぜならばこの動きに日本が加担してるんです。日本政府が強行採決の責任者の一つの国なんです。日本の国っていうのはね、そんな国じゃないですよ日本の国は。はい、ここから大丈夫です。ここからは元に戻ります。でこのね国民を無視したグローバルな力、そこに方に顔を向けている今の与党、この一つのことを取ってみたところで分かることは何か。それは自民党が戦後アメリカの植民地である日本、そのアメリカの代理人としてエージェントして日本でいろいろな利権を貪ってきた。もちろん日本はね自分で自分の国守る力がありませんから、アメリカの言うことを聞かなければいけません。ですからね、食料食生活をアメリカの農業にとってプラスになるように、アメリカの国民を持つ商社が儲かるように日本の食生活を変えたということもありましたね。アメリカではね使われなくなった、ね、食品ね、危ないと言って食べられなくなった食品、あるいはね、あるいは添加物、そういったものも日本は買わされてきました、ね、そういうふうにとにかく日本という国が自分で自分の国を守らないがためにアメリカやあるいは海外のグローバルな勢力にとっては草刈り場になった、まさに植民地化になってしまった。そしてどん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 日本人の国民の富を中中と吸い上げていく、その仕組みを作ったのが郵政民営化だったわけです。参政党は郵政再公営化ということを今検討しております。再公営化、再び国が運営するそういうね本来の全国津々浦々の郵便局はこのね市場経済ではやっていけないんです。それ最初から分かってる、他の国もそうなんですね。でそっちの方に戻していこうじゃないかという、これまさにね自分たちの財産を守り、そして公共のために国や自治体が存在している外国のためじゃないんだ というね外国のために日本が振り回されちゃいけないんだという原点を実現する一つの分かりやすい政策になるんじゃないかと思います。そしてそうやってグローバルな海外の利権に奉仕する過程でいろいろな利権をね国内で作ってきて、そしてそこから政治資金を調達してそれで選挙をやってきたというね、そういう政党なんですね。さてこの中で高市さんだけはね言ってることそのものはいいこと言ってます。危機管理投資、国民の命を守るのが政治の第一の役割である。だったらあの話してよって言いたくなります。あの話、あの高市さんも全然してないですね。危機管理投資は素晴らしいですよ。サイバーセキュリティもやんなければいけない、防災もやんなきゃいけない、国防もやんなきゃいけない、課題はいっぱいありますよ。大いにやらなきゃいけない、だから積極財政だとおっしゃいます。だけど積極財政できるんですか。あの安倍さんがね積極財政をね7年8ヶ月政権取ってね、アベノミクスといって第二の矢の積極財政できなかったんですよ。政案あるんですか。参政党のような松田プランあるんですか。高市プランあるんですか。ないでしょ。松田プラン以外に積極財政できる方法ないんだから。だから嘘なんですよあれ。嘘っていうかそこまでねまだね深めていないんでしょう経済政策をね。でも方向は立派ですよ。
まず強い国を作りましょう、経済を作りましょう、これは当然のことです。ところがですね、強い国、強い経済を作りましょう、国民の命を守るのが国家の基本である、ね、これをね、あそこまで言い切ってる、そういう総理総裁候補というのは潰されるんですね。これが残念なことに。安倍さん見てください。安倍さんもね、あんまり言っちゃいけないんだけど、どうしてあのふうに暗殺になったのかということもよく考えてほしい。日本が本当の自立をするためにということで7年8ヶ月の長期政権をやっても、あの安倍さんでもできなかったことが、もし高市さんが総理総裁に仮になったとしても、総理になったらいいかもしれない、でも総裁なんです、自民党の総裁、自民党の中で足引っ張られるんじゃないですか。もう早速なんかね、総裁選でも足引っ張られてるみたいですね。メディアと結託した自民党の中のね、いろんなうごめきがあるみたいです。そういう政党なんですよ、あそこは。私も経験したことあるんです。具体的なこと言いませんけど、なんか変なんですよ。公平でも公正でもないんです。で、今はその連中が目指しているのが小泉総理の誕生なんですね。自分たちが墓穴を掘ることも分かってないんです。で、結局そうやってね、志のある政治家、日本を本当に自立させて、そして国民に本当の課題を何かを言える政治家は抹殺されていく、そういう運命にある自民党の中でですよ。だから自民党の中ではできないんです。どんなにね、9人の人たちが声を上げたところでできなかったじゃないですか。今までもこれだけね、岩盤保守層が支持していてもね、岩盤保守層が離れてしまうことしかできなかったじゃないですか。できないような体質なんですね。だからこそですね、外側から、ね、高市さんが言ってるようなことをやるんだったら、外側からプレッシャーかけないとできないんです。どんなに立派なことを言ったところで、自民党の方がね。だから参政党が今度の総選挙で議席をね、少なくとも今1しかないけど5には増やさなきゃいけないです。そしたらテレビが出すようになるんです。で、そうやって政治そのものの雰囲気を変えていくしかないんです。しかしもう雰囲気変わりつつあります。日本国民もどんどん気がついてるんです。特に若い世代、今のね、上の世代の人たちはね、やっぱりね、左がかった人多いですからね、偏見持ってる人が多い、残念ながら。だけど若い人たちは違います。だって自分たちの命が大事、自分たちの国が大事、当たり前のことじゃないですか。これが国際社会で標準です。これだけグローバル化が進みますとね、世界と同じように日本人だって日本が大切だと思うのが当たり前だということをみんな意識するようになるんです。国際社会が進めば進むほどね、自分の国が大切だという思うことの大切さをみんな若い人から理解してくるんですね。だから若い人の高市さんの支持が高い、安倍さんの支持も若い人が高かったんです。でも自民党でできないことが明らかになったことにまだ皆さん気がついていない。皆さんに気がついてほしいんです。自民党ではできません、どんなに立派な保守系の政治家が誕生したところで。だから参政党というのを作ったんです。それが分かっていたから、だから作ったんです。